はい、キューバさんです。以前、拠点の、物資をこう盗まれない、方法として9枚ドアを、潰さないと、ダメな拠点を作って、動画にしてアップさせてもらったんですけども、実際9枚扉、の拠点を作ったところでもう端からぶっ壊しちゃうこともできるんだよという情報を、まあ、得まして、まあ確かに、拠点を襲う、動画、YouTube でチラッと見たりなんかもしたんですけども、結構もう好き放題壊してってくみたいなんで、9枚扉作ったところで、まああまり意味がないなと。でもまあ、あれの応用的なもので、ちょっと今回、紹介していくんですけども、実際ね、こういう、この上のラージシェルターがあるんですけども、そこにこう、階段がない状態で上がる方法っていうのをね、以前ちょっと個人的に考えたんですけども、実際、もうこれ結構、もう皆さん知ってる情報らしくて、まあ一応試しにやりますけども、これね、ワークエンチ、下に置いて、まあ、もうご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、こう、それを使ってこう上に上がると。という方法が、まあ、あるんですが、あ、今ちょっとずれましたね。こう、引っかかりをこう利用して、こう、スルッとこう上に上がる方法があるんですけども、このワークベンチのね、このちょっと真ん中に見える、この出っ張り木箱みたいなのがあるんですけども、その段差を乗ることで、こう、上に登りやすくなると。という方法なんですけども、まあこれも、実際コツがありまして、まあこれももうご存知の方もいらっしゃるとは思うんですけども、逆方向、後ろ向きでジャンプすると、あっさりとこう乗れちゃうというね。こうあっさりと乗れちゃう。これ正面からだと乗れないのになぜか後ろ向きだとあっさりとこう乗れちゃうと。という方法ありまして、まあこれ上の方にね階段のない状態でこう扉の中にこういう感じのね、いろいろ物資なんぞ、こう、溜め込んだりなんかしてるんですけども、実際それだけでも以前ね、この逆さま登り、後ろ向き登りの方法を知ってる方なんかは、ここに、もう、なんですか、IED かなんか置きまくって、扉壊されて、こう、物資盗まれたことも以前あります。そこで、ちょっと今回考えたのが、まあ、これももうご存知の方もいらっしゃるかとは思うんですけども、これ上にね、ラージシェルター置いてるんですけども、まあ、ラージシェルターでもなくても全然いいんですけども、この扉をね、このワークベンチを乗りつつ、開けると。実際その、うまいことすると、この中の上のラージシェルターに飛び乗ることも、これね、タイミングさえ合えばこう、乗ることもできなくはないんですけども、これかなり乗りにくいんですよね。この扉の中にね。まあ、コツがあるんかもしれないですけども。でもその乗ることは別に必要なくてですね。中にこういう感じに、スレージコンテナとかね、まあ、この、バーベキューの、かまど的なものをこう、置くことで、別に中に入らなくてもこう、操作することが可能と。ね、これバーベキュー。これ、ストレージコンテナ、右の真ん中の左と。こう、大事なものをこういう風に、外からこう、出し入れすると。実際、この下の、シェルターにも、まあ一応こうね、こう扉はこのワークベンチ突き抜けてこう、開閉できるんで、ここにこう、置いてたりなんかはするんですけども、実際、下に置くよりかは、まあ実際ね、これ扉壊したところで、しゃがんで中に入ること正直できるんですけども、これおそらく、これ試したことないんですけども、中に入ったものの出てくることが多分できないんじゃないかなと。もしかしたらこれ、ドラム缶を置くことで、まあ中に入ったところで、ドラム缶の上でしゃがんで、こう吸い抜けることができるのかもしれませんけども、正直言いますと、この屋根がつっかえて、こう、
ジャンプして乗ることができないんで、おそらく難しいと思われます。まあ、こううまいことこうね、上に乗ることができたら外に出てくることも可能だとは思うんですけども、一応そういう作りにはしていないので、中に入ったが最後出てくることができません。ですんで、まあ、ここの中の、ストレージコンテナーと、まあ、ドラゴン置いてますけども、扉の外からこう操作することになります。はい、この中の下の、ストレージコンテナーも外から操作する。という感じでですね、上のシェルターに、こう、見える範囲で、ストレージコンテナー、バーベキュー、まあ、ドラム缶も奥に置くことができるかもしれませんけども、扉の外から出し入れすると。という、物資をこう、抜かれない方法として、ちょっと、今、試しております。今のところ、こう、押されたことはないんですけども、実際、まあ、こう、上に置くことで、その扉の前にね、こう、IED とか、まあ、そういうのをこう爆弾や、爆破系の、ものをこう設置することができないんで、まあ、言ってしまえばこうシェルターごともう爆破しちゃえば、中のコンテナが丸見えになるかもしれないですけども、まあ普通に扉ね、こういうところの扉の、中に、コンテナを置いて、物資溜め込んどくよりかは、盗まれにくくなるんじゃないでしょうかね。まあ、という、物資守るための部屋作り的なものをちょっと紹介しました。まあ、実際、まあ、こんなのあってももう、コッパ美人に潰してやるよと、こう、もう物量作戦で ID を置きまくられると、もう本当にね、もうこの辺もコッパ美人に壊されつつ、コンテナも丸見えになって下からこう抜くこと多分できるとは思うんでね。まあでも通常こういう風に扉の中に置くよりかは全然抜かれやすいんじゃないでしょうか。まあ、今後、拠点作りの参考にしてもらえればと思います。また次回、ワイプがまたどうせ、今月から来月ぐらいにまあ来ると思うんで、まあそのワイプ来た時にちょっと、考えている拠点作りあるんで、まあそれを作り、終えた時にまた動画にして、紹介できればと思っております。はい。というわけで、今回はこの辺で、H1Z1、物資の抜かれにくい、抜かれにくいと言ってます。まあ、チーターとか中に入ってこられたら即抜かれちゃうんですけども、抜かれにくい拠点作りを紹介しました。では、今回はこの辺で、さよなら。